はい、皆さん今日もお疲れ様ですということで、周平ホームラン打ったぞって思ったら、その裏逆転、なんでやねん、なんでやねん、もうでもいい、今日は勝つ気がする。ちょっと待って、今からみんなで5秒、梅津さんに念送ろう。大丈夫、勝てる。何点取られようが勝てるよ今日は。そんな気がする。何点取られようが勝てる気がする今日は。うんね、竜頭がみんな北海道行って応援してくれてるから、俺らも応援してるから絶対勝つ。お願いします。さあ、球審査やるよー、やるよー。ふぅ、なんとか逆転してほしいね。今日は逆転勝ちや。梅津さん頼む。そのまま行って守り切ったらきっと勝ちはついてくるはず。おっと、純正だ。お願いします。いいね。さあ、まずはこの日ハム純正、なんていう偶然。今プロ野球も日ハム純正対中日純正やってるからね。しっかり打とう、しっかり勝とう。ここで負けたら験担ぎになんない。験担ぎ、験担ごう、験担ごう。あーっと、いやー、やばい。変化量そのままね。長径ホームラン打つよ。まあ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 、ホームランならんのや、ならんのや。まあいいけどね、走ろう。いや、やっぱいいや、やめよう。いや、走れっかな。いや、いいや、やめよう。これはファーストライナー。なあ、そうか。そして松本が打席に入ります。相手を0点で、これから1回裏に移ります。ちょっと負けたくないね、さすがに。さすがに負けらんない。いっぱい打とうぜ。周平でホームラン打とう。いや、周平のホームラン嬉しいね。戻ってきたと思ったら一瞬でホームラン打った。しかも今季初のホームランが一瞬で出た。これ3割乗るよ周平。今年周平が3割 乗ると自ずと A クラスには乗ってくるはず、そう思う。2年前かな、3年前かな。うわ、日ハム純正めっちゃちゃんとしてる、強え。アリエル、強え。うわ、万波中正に二塁打打たれてるやん。ノーアウト二塁やん。ちょっと梅津さんファイト、梅津さんファイト。ちょっと、集中できてない。どっちにも、どっちつかず。どっちつかずです。ちょっと待って、めちゃくちゃどっちつかず。ちょっと何、今日のバッティングやばすぎる、ひどすぎる。何も見えてない、どうしよう、やべえ。なるほど、そうですか。やばすぎない？なんだろう、指かな、爪かな。滑りにくさはあるんだよね、確かに。ちょっとひどいってマジで。危なー、
危な。大丈夫、この球合ってなかったよ。まっすぐ、オッケー。さあ負けない、負けないよ。バッターボックスには6番古谷、ツーアウトランナーありません。この回の野口、よしよしよし、ツーアウトまで来ました。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思うんですよ。はい、そうですよね。オッケー、バント失敗してる、バント失敗してる。ツーストライクになった。いいぞ梅津さん。3回に入ります、ドラゴンズの攻撃。あ、バントしてね、バントしてこなかったんだよ、ヒッティングね。よし、ここ集中、ちょっと目がシパシパするね。ここは偏差値だけは避けたいですね。そうですね、さあさあさあ、あまり舐められては困るね。超えへん。行きましょう、木下さん。ちょっと待って、マジで危な。まあ、もう終盤ですから、なんでちゃうの。なるほど、そうですね、大丈夫。ひどすぎバッティング。さあ外してくるのか、アウトコース、これは見送ってボールです。よっしゃ、やっと出ました、やっと出ました。タイムリー、ナイス、木下さん、ありがとう。コイルベ、よっしゃー。さあさあさあ、3イニング目から打つ、急にね、人が変わったかのように打つ。そう、これが慣れ、慣れだ、これが。んー、ちょっとちょっと捉えればいいだけやん。ちょっとホームラン打とう。ブン、惜しい。入っていれば貴重な追加点というところでした。ブン、オッケー。さあさあさあ、ブン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 。さあホームランと、おっと、なんかミート打ちみたいになった、ボール球だったんだよね。はい、ナイスナイス、8点取ろうぜ。こっからこっから、ホームラン打ったら7点。集中、ごめんなさいだ、ごめんなさいだ。ずっとい、こう、周平、あーっと、たまには追いつくね、追いつくよ。さあ見えてきた、見えてきた、球が。なんでやねん、なんでやねん。エゴシが打席に入ります。ドラゴンズ大きく点差をつけて最終回を、よっしゃ。これは低め、さあ勝ちましょう、しっかりと。よーし、タイピン出てくから、とにかく投手有利なカウントの奪三振も出た、攻めていくべきですね。走ってきた、変化球打った、走ってきた。まあまあまあ、いいでしょう、いいでしょう。やるね、強い日ハム純正だ。いい純正だな。ここでシュート、これは頭真っ白になるはず。よし、オッケー。梅津さん、ここ抑えろマジで、今ワンアウト三塁なんです。2回裏抑えろ梅津さん、マジで。ナイスボール。まあ、点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。オッケー、野口さん強すぎ。ちょ、2試合目行く、2試合目行くか。ちょっとしょぼかったね、しょぼい試合してすいません、しょぼい試合してすいません。2試合目やろう、試合数稼ごう。うん、ちょっと長尺だけどね、みんな許して。最近長尺の方が流行ってんでしょ、わからんけど。へへ、入ってるって今の、ちょっと審判、ここゴリゴリに入ってるやん。おい、見逃し三振でしょ今のは。
どいぞ今の。もう一球行こう同じの。今のはダメだわ。うん、もう一球行こう。オッケー、打ち上げた。いや、外野フライやん。アウト、アウト。刺した、刺した、刺した。ちょっと刺したよ、ディカーゾン刺した。やばい、プロスピードじゃない。刺した。ディカーゾン、まずは先頭バッターを打ち取っています。ちょっと待って、すげえ。ちょっと待って、集中できない、やば。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。バッターボックス大谷。うわ、噛みすぎ。流れ来るぞこれ。打ちました、サード取った。よっしゃー、あっさり抑えた。やばい、もう頭まっこんがらがりついてる。ちょっと集中します。ここ打線、ここは俺が、俺も集中するから。中日ドラゴンズをみんなもう集中してくれ。頼む、何様やねん。いくよ、縦スラ、フォーク、サークルチェンジ、カットボール、スローカーブ、ストレート、ボール球か。さあ福永さん、ホームランと変化でそのまま。いやもうね、タックス動画できるこれね、え今日動画できるのこれ。ふざけんなマジで、マジで。通信もハロー、しっかりここ来るよ、ここ一球仕留める。さよならグッバイ。あーくっそー、ちょっと宣言通りだったけどね。惜しかったな。初球だけまっすぐ張ります。違うね、 OK。 でてててててれててれ、なるほど、そうですか。確定室、はい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 、まっすぐ張ります。おい、帰ってこい、帰ってこい。よっしゃー、ツーアウトからナイス。お聞きしますが、バッターボックスのビシエド、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、いいよ。まっすぐ張り、あーなるほど、ダメなんか、ダメなん。ナイス山本さん、ナイスヒット。先頭だ、ランナー出たよ、流れ来てるよ、気合入ってきた。やばい、みんな今日酒飲ん、ちょ待って、もう終わるとこだった。じゃおっしゃ、すっごいショート、すっごいとこまで行く。んーいや強っ。ちょっと投げないようにね、マジで。 OK 大丈夫、ツーアウティー、ツーアウティー、ツーアウティー。さあ危なげなく加藤や、危なげなく。んじょー、いい飛び込み、福永さんよく打ったの。なんであれ打てた、なんであれ打てたの。さあ西さん、ここは期待に応えたいですね。うわー、そうですね、まずは何としても怖いですね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。いいボールだ、入れない方がいいね、ストライク。いやちょっと待って、ボール球そんな長打にされたら困るよ。柳さん、ここバッターボックスには絶対抑えよ。多分ね、分かってる、相手がこのシンカー打ってしまうということ。そうですね、ここで逆転して流れを変えてるでしょうね。そう、皆さん今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。絶対勝とう、今日絶対勝とう。正直俺の動画なんてどうでもいいね。絶対勝とう。
はい、スリーボール。さあ、1、2塁になるぞ、これ。いやー、ナイスタイムリー。さあさあさあ、結構いいよ。結構上がってこた、来たんじゃない？よし。皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。